今日はアニメドラゴンボール人気的キャラランキングトップ10を紹介していくよ。ドラゴンボールは孫悟空と仲間たちの壮大な冒険を描いた人気のアニメと漫画シリーズです。物語はドラゴンボールを集め願いを叶えるために様々な敵と戦いながら世界を守るために奮闘します。悟空の成長や友情、家族愛などを描きながら壮大なバトルと冒険が展開されます。それでは気になるランキングをどうぞ。第10位は破壊神ビルス。ビルスは宇宙の破壊を担当する存在であり、眠りから目覚めた彼は地球にやってき、地球の料理を試すためにやってきたのですが、地球の食べ物が気に入らず不満を抱えます。伝説のスーパーサイヤ人に興味を持ち、悟空との戦いを望み、悟空との激戦を繰り広げます。第9位はクーラ。最終形態間近に、フリーザと同じ種族であるフリーザ一族の一員です。彼はフリーザの兄弟として登場し、フリーザとは容姿や能力に類似点がありますが、より凶暴で冷酷な性格を持っています。自身の復讐心や野望から悟空と対峙し、彼との壮絶な戦いを繰り広げます。第8位はラディッツ。ラディッツは非常に強力な戦闘力を持ち、悟空やピッコロとの激しい戦闘を繰り広げます。ドラゴンボール Z シリーズの最初の敵キャラクターであり、悟空の兄であるサイヤ人です。第7位は悟空ブラック。未来の世界の境王神であるザマスが悟空の肉体を乗っ取った存在であり、その力は無限に近いものでした。彼は自らを正義の使者とし、人類を滅ぼし美しき世界を作ろうとしています。第6位はピッコロ。ナメック星人で一番のイケメン、かつて悪の支配者であるピッコロ大魔王の再生体として登場します。最初は地球の征服を目論んで悟空と戦いましたが、後に悟空と和解し仲間となります。第5位はセル。ドクターゲロが作り出した生命体、未来からやってきた自己進化型の生命体であり、究極の完全体を目指して悟空たちと戦いを繰り広げます。彼は人間やサイヤ人、ナメック星人などの遺伝子を取り込むことで自身の能力を進化させ、驚異的な力を持つ存在となります。第4位はブロリー。規格外の強さ、非常に強力な戦闘力を持ち、巨大な力を発揮することが特徴です。悟空と因縁があり、彼に対して強い憎悪と執着心を抱いています。彼の目的は悟空への復讐であり、そのために悟空やその仲間たちと何度も激しい戦闘を繰り広げます。第3位は魔人ブー。純粋無垢な悪、宇宙を征服し全てを破壊することが目的で、彼は驚異的な再生能力と強力な攻撃を持ち、その巨大な体躯からのパワーは圧倒的です。第2位はフリーザ。冷酷非道、非常に強力な力を持つ戦闘能力者。彼は冷酷で残忍な性格であり、宇宙の帝王であるフリーザ軍団の指導者として恐れられています。自らも強大な戦闘力を持っており、彼の最終形態である最終形態フリーザはその驚異的なパワーと破壊力で悟空たちを追い詰めます。第1位はベジータ。プライドの高いサイヤ人の王子、サイヤ人の中でも非常に優れた戦闘能力を持ち、驚異的な力を発揮します。彼は王族としてのプライドが非常に高く、常に最強を目指してトレーニングを積んでいます。その強さや成長の過程、また変化していく心情などがファンに愛されています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。